こも巻きは松の木の幹に藁で編んだこもを巻きつけ、害虫を駆除する昔ながらの作業で、晩秋の風物詩です。別府市の別府公園では、この時期恒例となったこも巻きが今日から行われています。公園内には赤松や黒松など、およそ600本の松の木があります。市の職員らは園内を回って、1本ずつ丁寧に手作業でこもを巻き、冬支度を進めていきました。こも巻きをすると、公園の中にこんなに松があったんだっていうのを再発見できると思います。もうすぐ冬が来るんだなって、こう季節を感じていただければと思います。別府公園のこも巻きは明日まで行われます。